あ、始まっちゃったかもしれない。コカ・コーラ製品。何製品？コカ・コーラ。1年分？ 1 年分。やば、欲しくない？鹿島さんに送りたいね、なんならね。始まってる。ね、始まってるよね。うん、なんで？髪型大変なことになってる。ほんと？なんかね、始めるよっていうボタンを押したのね、うん、だから始まってると思うんだけど、うん、ちょっと時間ぐらい欲しいよね。それはね、無理を言ってるよ。なんで？押す前にちょっと待って、なんかついてるの、これ見る、これ、これ、なんでそこ、何のご飯食べるとこでしょ？全然出てこないんだけど、クロワッサン。コッペパンだよ。よく出てくるね、そんなにボケが。ボケはあなたでしょ？あ、てか、マリノス戦。え、まだ始まってないでしょ？6時だよ。何が？6時だよ。あ、これね、7時半からスタートしたの。あ、そうなの。あー、ねえ、こんばんは、皆さん。のみさです。まよです。よろしくお願いします。アミクシー、りょうすけし、はるとし、しらさぎにゃーし、アミクシー、こうし、さかうえし、アミクシー、じょうきょうぼういし、ほしのし、りょうすけし、うっぴーし、まよし、こんばんは。こんばんは。いやー、清水エスパルスの皆さん、サンフレッチェ広島の皆さん、ベガルタ仙台の皆さん、劇的おめでとうございます。いやー、オブ劇的でしたね。劇的、オブ劇的。ちょっとすごかったですね。今日はね。今日は本当にすごかった。いや、本当マジ、三つ玉誠ですね。三つ玉誠、三つ玉誠、三つ玉誠って最後、タになってましたもんね。なんならね。実況が。今、ちょっと壁がいます、ここに。あとは、あと、本格技さん、昨日もありがとうございました。こんばんは。で、ムイガさんもこんばんはでございます。で、しおりさん、先生涙涙涙、こんばんは。悔しいよね。フロンターレからしたら。まあね。ちょうどその下にウッディさんが書いてくれてるから、先生広島さんに的中すごい凄すぎってので。そうなんです。私は広島川崎、もう今朝のプレビューでも言った、もうプレビューで言ったんですよ。もう、普通にやったら川崎の皆さんごめんなさい、広島勝ちますっていう風に。壁にならないじゃないですか、おやさん。それを川崎がどうやっていくのかっていうのを今朝のプレビューで出した予定ではあったんですけど、広島だったね。なんか広島とか川崎か、広島なのか川崎なのかってより、ちょっと水田誠だったなと思います、それでも。やっぱマルコスもだし、やっぱすごかったですね、ほんと。各所、めちゃくちゃ。どうした？お酒飲んでいい？いいよ。じゃあ、試合まだ終わってませんけども、まやさんが乾杯します。せーの。にゃー、ティッシュってことで、乾杯しようと思ったら乾杯できませんでした。そうなんです、すいません。おかげさまでというか、広島でも2試合連続というか2週連続で、先週は愛媛鳥取でしたけど、2週連続で3-2っていうちょっと特殊なところを当てましたね、スコア的に言うと。ありがとうございます。あとは長野岐阜が今1-4になってますね。で、鳥取宮崎このまま終われば、僕は一応正解ってことになって、J1、J2、J3 1個ずつ当たることになりますね。で、神戸、柏が1-1で終わりましたか。いやー、あ、湘南1点を取った。最後誰？大橋。
ら、そう。いや、そうだね。いい試合を見たいは、良かったんじゃないですか？かなり。そういう意味で言ったら完璧だったと思いますね。そうか。これでね、新潟昨日勝って京都も勝ったから、まあ、随分 J1 は、ね、まあ、柏引き分けて湘南は勝てなかったかでか、あれだけど、横浜 FC がそれで明日どうなるか次第ですね、ちょっとね。ねえ。あ、ってことで、乾杯しましょう。はい。乾杯。乾杯、飲み屋からの帰り道のごずさんもこんばんは。こんばんは。あの、明日かどっかの動画で長倉くんが出てくるとだけ伝えておきまーす。ペコリー、あとは誰だ、竹山さん言ったっけ、こんばんは。いやー、まあ、そんなこんなで残りやってんのは、あとね、鳥取、宮崎と、マリノス、東京と、岐阜じゃない、長野岐阜のところですかね。長倉沼。沼でーす。あ、アマさんこんばんは。清水サポ、あざーす。今日のターニングポイントはエリキでしたね。エリキのコロコロはいかがなものかと思いますが、決勝であることを願います。あれはそうですね。あれはもうコロコロしてたから、多分清水サポからしたら、わーいってなったかもしれないけど、ダズモンで見る限り一発目のからちょっとやばいんじゃないかってのがあったから、むしろ引き伸ばさない方が良かったんじゃないかなってすごく思いましたね、あれはね。1万8000ぐらい入ったんでしょ？今シーズン1万エスパルス入ったんだって。今は、あれですね。缶ぐらい見せていいんじゃない？うちのあの、まよしは、これを飲んでいて、パー、ポーム。まあ、あれですね。あの、ボーフムです。と、もう一個が、魚をロックで、食べております。魚なんで、アンザロス。なんでそんなに笑ってんの？大爆笑しています。魚をロックで、どんななの？いや、何それ、魚をロックで食べる。まあ、ハンザロストックみたいなもんですね。ざっくり言ったらね。ね、皆さんはいかがでしたか？今日の皆さんの推しチームは。何がどう良かった等々なんかコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。長倉くん、慣れると匠並みのおしゃべりになるらしくて、出店しようブック、まあ、ユース次第知ってるもんね。え、姉さん、シャレオツな酒と親父癖、つまみ。いや、体にいいんだよ。そう、体だっけ、これ、なんていうんだっけ、星だかな、なんていうんだっけ、なんていうんだっけ、こういうの、小魚の、うん、乾いたやつ、乾いたカルシウム取れるしねえ、長崎山形は31試合時点で勝ち点、得失点、総得点、直接対決まで全て並ぶという奇跡が起きてます。すげえな。豚骨、ラーメン豚骨さん、今回このエリキのイエローは計画に思いますが、どうですか？まあ、てか、そういうところは僕はあんまりファールに関しては特に何も思うことがないので、あんまりコメントできることがないかなと思います。理由がわかんないですからね、音聞いてないのと、なんだろう、絵に映ってるものじゃないから、ちょっと難しいなと思います。状況ボーイさん、鹿島の知念さん復帰ゴールがな。いいですね。樋口知念で決めたのがね。あとはね、もうちょうどこの時期だからね。これもう僕だったり、あとはなんとなく覚えてるかもしれない。まやさんだからわかるかもしれないですけど、やっぱこの時期にね、ちょっと知念のゴールを見れるっていうのは、ちょっとここに来るものがありますね。よかったね。うん。というか、くん、チームは違うけど、で、あなたの推しチームだったら、川崎結構負けてるけども、知念は点決めてるぞというところで。ペコリ。まやさん、それの蜂蜜、レモン美味しかったですよって。へぇー。見たことないね。ないかも。まだ見たことないかもしれない。もしかして、まあ、
探してみましょう。見つけてみます。ありがとうございます。ヤムケンがゴール決めてたね。そう、藤枝でゴール決めてたよ。3対2でね、千葉勝ちましたけれども。こんにちは、田中さん、こんにちは。対川崎、今シーズンベストゲーム。いやー、そうだろうな。まあ、あそこの線が、なんか、京都戦だっけ、あの、川村のあれもちょっと思い出すぐらいでしたね。勝ち点47で4チームの J2。激ヤバだよね。まあ、ただ、難しいのが、その、さ、上の5はいいとして、だ山形、長崎、群馬、甲府でしょ。だから、これで群馬が抜けると、よ。群馬がまだ1試合やってないから、明日勝ち点1でも積み上げれば、ちょっと話は変わっちゃうから、なんなら、長崎も甲府も、ね、山形も残念ながらみたいな感じになっちゃいますからね。いや、おはまるただね、おはまるただね、丸田さん、こんばんは。おはまるた。今日、那須大輔にしてやられ、松本に力負けし、あれですよ。全部負けた。まあ、愛媛は負けてないけども。そうか、ミク。いや、まあ、あれこそよかったね、ニケナナくん。サンタナでもさ、でもあれでしょ、そのお子さんのことありながらだったから、ほんとね、多分今までそういうのはなかったでしょうから、大変な中でね、よく結果も残してっていう、ほんと久しぶりのゴール、3ヶ月ぶりですもんね、よかったなと思いますね。心どこ行きました？心クラウドにでもセーブしました？じゃなくて。バシニーさん、2試合連続 AT 決勝弾、しかも MJ、MJ、MJ と MM です。そしたらね、のゴールなんてできすぎてサポーターの脳焼かれれば確かにな、あるよな、それは。ナス大好きはそうですね。まあ、延長あるかどうかわかんないけど、ただ、見る限りですけど、マヤさん。ナスさんほら10分出て最後ぐるって一周して下がってたじゃん。死にそうな顔しましたよね。あれなんか延長120分戦ったワールドカップの日本代表並みの、みたいなね、ちょっと目いってましたもんね。あれがどうなるかっていう。ああ、乾ね。だいぶそこら辺削られてた感がありましたもんね。もう前半からすごい審判に詰め寄ってて、やめなよーって前さんが言ってました。体操しながら。乾さん、乾さんってやってました。単純に詰め寄ってるの怖い。怖いよね、単純にね。試合がどうとか関係なくね。単純に怖い。エスパー様ですが、小国のインターハイ編みたいにならないかと心配で、なるほどな。だから、その乾選手のがまさに言ってどうなるかですよね。やかさん、松田天馬が松田天馬で松田天馬でした。いやー、京都戦は結果してないけど、これから見る形になるので 3-0 でしょ。これはやばかったですね。3-0 はでかいでしょ。これもう、残留がかなり近いところまで来たんじゃないかな、すごく思いますね。これは京都取れる、京都は別にね、弱いチームじゃないからいけると思ってるけど、いやー、よかったねー。なんで年に3回もリーグ戦でマルコスにやられないといけないのよ、怒り。ね、青島さんおめでとうございます。あ、オソも来た。オソもー。オソもー。ムメメ、オソも。こんばんは。マルダさん、俺も50メートル走ったらあんな顔になる。わかる。この暑さででしょ。俺 50m 走りきれないと思う。転がるっていう必殺技がある。ああ、そうだ、それでいこう。それや。京都が勝ったから昨日の勝ちが大きくて。そうだね、ごずつさん。そうだ、ね、新潟でももうちょっと大丈夫な顔になってきましたけどね。まあ、いきなり、よほどここから全敗とかじゃない限りはもう大丈夫な気はしますけどね、かなり。ペース的には。トンピーさん、こんばんは。ソティーユもいいよね。確かにね。そうなんだよ。あー、やっぱ松田天馬がそうなのね。いいね。3-0 だもんね、京都。それはとても高いよ。そして、そうこうしてるうちに、マリノス東京が、1-1のまま来ましたね。このまま後半アディショナルタイム来ますよ。マイさんおめでとうございます。清水エスパルスがやりました。
町田的にはクーなところもあるけどね、ここはね。いやー、やっぱ前回の仮みたいなところもありますからね、やっぱりね、清水としては。あの後半アディショナルタイムの部分もあったから、もう、ちょっと、力入れたのが、宮本西澤入れたタイミングが良かったのかな、っていうのすごく思いました。グラスプレアスさん、こんばんはでございます。本日、京都を勝ちました。泣きそうです。福田くん、ちょっと福田選手紹介おめでとうと言いたいです。まあ、札幌にね、もっと自分が育った場所にですからね。野沢大さんが最後の取り出とかしてる。ちょっとね、もう、クバさんもう抜いてって感じで、あと5分半ですね、マリノス東京は。ここが最後どうなっていくか。あとは他会場は鳥取、宮崎が 2-0 のまま、アディショナルタイム、長野、岐阜 1-5? あららららら。佐藤さんこんばんは。1-5? あ、決めた渡辺浩太あらーこれはつぶやこう。さださんほいほい。渡辺浩太。すごいな、今週。絶対いいね来る。自信を持って言う。鉄パイプさんこんばんは。いや、渡辺浩太代表あると思うんだよな。そろそろ。真ん中にボール。いやーすごい。今日すごいね。頼む、鳥取。そして。終盤まで。アンドリさんこんばんは。いやー終盤にドラマがほんとすごいですわ。鹿島、田代正也さんがいなかったので、後半アディショナルタイムを乗り切れました以上。あれすごかったっすね、鹿島の最後のやつ。あれあれはな、あれが入ってれば、ウィナー的には僕は正解でしたけど、なんか、もうそういうことじゃないぐらいにいいもの見れたなって感じがすごくしました。うん。J1 降格に関しては、てか30代いれば大丈夫ですよ。なんでもう、基本的には下3つのどこかにはなると思います。京都、新潟までは行かないと思うね。仙台もよかったね。仙台勝ったの久しぶりに。もういつぶりかわかんないね。5月ぐらい？大宮ね、相手。どうした？なんとも言い難い。俺も川崎、広島でこう、なんかこう、やっぱプレビューで、普通に行ったら広島ですって言ってしまった以上、で、しかも本当にウィナーでそういう風に予想をしてさ、本当にそうなったのは、なんかこう、いろんなんだろう、予想番組の方としては全然いいことなんですけど、すさまじく複雑なんですよね。戦術分析的な意味では当たってるって言い方もできるけど、やっぱ川崎だから、なんかこう、川崎が負けるってやっぱこう、なんか、俺はあんまりこう、考えてないところがあるんで、なんかすごいコメンテーターみたいな感じで聞いてくれますね。エスパルスは上がれると思います。あ、高木さんお帰りなさい。エスパルスはね、昨日ちょっとグレモル君にもチラッと話したんですけど、上がれると思ってはいます。普通に行けば。ただ、問題としてあるんであれば、ジュビロとエスパルスに関してはだから、でか、上がれるのはもう前提で、来年 G1 でもエスパルスの方が戦いんじゃねえかなと思ってます。ただ、どれだけ抜けるかとかっていうところ次第かなっていうのは思いますね。このまま行けば、問題ない部分は結構強いかなと思ってます。デュエル力が上がってるっていうのがでかいですね。過去の J1 時代、カテゴリーが違うじゃんとかそういうことじゃなくて、タムギアのそれこそ粘り強さみたいなものが明らかに全然上なので、急に来年からまたボール保持しますみたいな感じの戦い方になったら、おいおいって話はしますけど、このボールの流れでやってくれれば、来年も J1 で、そして来年は J1 に戻った上で残留も全然できるんじゃないかなと思いますね。うん。で、長倉くんって、なんてあんなにいい選手なのっていうのがね。
いやー、長倉くんね、とある項目でもうね、J1 1位までたどり着いたものがあるので、それはちょっとまたその動画内でお伝えしたいと思います。長村さんこんばんは。おめでとう、5連勝。で、直人さん、黒田さん、静岡、このセッター3人の逆転、静岡、青森、山田の決勝を思い出した。清水真央前半の彼のゴールが良かった。あれがでかかったっすね、やっぱね。ヨケボイさん、鹿島の樋口さん、代表ないかな、代表で見てみたいです。今日なんかあれでしょ、なんか、森安さんが来てたみたいな話が、なんかチラッと聞いたんですけど、まあ、あるんであれば、まあ、早川くんか、それとも、樋口さんか、もちろん回収の可能性もあるかなと思うし、あとは岩崎とかその可能性もゼロじゃないかなと思うんですけど、ありえそうな気がしますね。そうなんだよね。音速の木久扇さん、こんばんはでございます。美味しい魚。じゃがりこみたいな食べ方してるから、たまに喉に刺さる感じする。ああ、骨がね。なんかその、うん、硬いじゃん。魚がね。うん、ってことは、このままで終わりそうな気がするな。佐藤三つ、清水さんが二つで、最後川端さんになるか佐藤になるかですね。東京があと1分で追いつくか、3-1になったら全員外し。来週は銀色の新幹線翼号に乗って山形祖母が町田に押し寄せる。町田ホームで山形線だって。で、まあ追われるとしても特に多分気にしてないような気がしますね。町田側からすれば、まあ昇格はまあ90敗以上いってる形だから。だからここでやっぱりその敗れたっていうところでのそのメンタル面みたいなところを多分指摘はされると思うんですけどね、おそらくは。そこぐらいじゃないですか。ただ、強いて言えば、勝ち点ペース的に言ったら負けても別に問題ないっていうところはあったと思うんで、もしかしたらその部分があったかもしれないですけどね、強いて言えばね。で、なんか、すげえ、なんか音声上がってるけど。温泉じゃないの、あれなんか。温泉もやばくない？温泉じゃない、あれ。なんか未来への扉みたいな感じになってたけど、上の方。終わったね。ってなると、これは川端さん勝ちだ。マスカットさんいた？川端さんが2つ、清水さんが2つで、私3つで、明日は明日と。まあ、しょうがないですね。だから、やっぱエンリケ・トレミザンが東京いなかったってのはでかいかもしれませんね。名倉くん、サポーターからミキティって呼ばれたらしく、アービーのゴール裏、障子だらけになっちゃう。ははははは。町田の3バックが慣れていないようでしたが、そんなことはないですね。あれはだからそう見えたのであれば、それは清水のオフェンスが良かったと見ていただいていいと思いますね。本当に温泉やったら芝枯れない。多分芝枯れるでしょうね。なんか温泉みたいな感じじゃなかったでしょ。噴水じゃないの？そういうの。俺なんかイメージは温泉なんです、それが。漫画的な感覚よ、うんうん、現実のも見たことないからさ、そうな、けん玉さんこんばんは、そうね、鹿児島に、いやー勝ちましたね松本、よかった、これで一応残りましたよ、これで
山梨に温泉掘りに行くかって言われちゃった。山梨で温泉掘ったら、いくらぐらいになるんだろうね。でも掘るだけだったら、そんな別になんか、いい金額にならなそうな気がする。佐藤さん的に今日の清水の勝因は、一つあるんであれば、やっぱり、奥山選手は僕は好きな選手だからあれなんですけど、やっぱ前回の対戦のことを考えると、尾長で良かったんじゃねえかなと思うんですが、そこがちょっと気になったかな。でもだからこそあえて守備的に入ったってのはあったと思うんですけど、それをどっちで取るかだなーってはちょっと思ってますね。直接的な原因にはなってないとこは思うんですけど、ちょっとそれによってさ、あと鈴木純也に負担かけすぎたかなってのもあったりしましたね。そうなんですよ、そうね。福島勝ったもんね、ホームでね。っていうところで、順位表的に言うと、愛媛1位で44で、まあ、富山突き放した。ただ、沼津がやってきて、富山沼津が勝ち点1差になった。で、4位に岐阜が上がってきましたってことで、ただ、1位愛媛と4位岐阜がちょっとね、勝ち点10差離れてるところがあるので、まあ、だいぶ愛媛は、他置いてった感出てきちゃいましたね。こうなると、ある意味では。うん。尾長さんは怪我じゃないですね。怪我じゃないです。前回出場停止だったから、それでっていうところで強度高いところで行くのに奥山の方がいいだろうっていう。だったら右奥山、左鈴木でもよかったんじゃないかなとも思いましたけどね。まあそんなこと言ってもしょうがないですからね、私がね。練習見てるわけでもないので。長野がね、そうなんですよね。今日はシステム変えてたかなと思いますけど、確か3-1-5-1でやってたと思いますけど、やっぱね、ちょっとね、シュタルクスさんのやり方もある程度バレてるところがある。だからそれでも押し切れるようにならないと、絶対いけねえぞってことだと思うんですけど、それでもやられてしまってるので、なんか、小手先でも対策、まあ、あくまで勝利を求めるんであれば、それは必要だなと思います。ただ、そこ必要としてないんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとね。ヤンコの清水くん、こんばんはでございます。エスパルス勝ちました。2-0 からの逆転勝利に加えてサンタナ5月以来のゴール。ただ試合開始早々に、古巣の高橋大吾に決められたのは悔しいです。やり方的にはほぼね、ほんと、最近のセルビアの流れっていう形ではありましたけど、清水が最後までこう力入れる、馬力、こうどこでこう入れていくかってそのタイミングがすごい良かったなとも感じましたね。菊池さんこんばんはでございます。確かにね、J3 昇格組やってきた FC 大阪となら、あとていうか J3 はほぼその FC 大阪と奈良の試合が明日ぐらいでね、明日 J 全体少ないんですよ、そういえば。何試合しかない。でもまあ、そりゃそうよね。だって、だからあれでしょうね。J リーグは、女子ワールドサッカー、女子ワールドサッカーって何？女子ワールドカップが、特に延期とかもなく、このタイミングで決勝が行われるってことを信じた上で調整してたんじゃないかと思うし、なでしこが決勝にやってくるってのも想定してたんじゃないですかね。それだったら、勝手ながらの辻褄ですけど、合うような気もしてますけど。明日決勝なんですよ。へーって顔してますね。今日ね、イレステッドが点決めなかったので、スウェーデン。2-0 かなってオーストラリアに勝ちましたけど、これで、得点ランク2位のイレステッドが4で終わったので、1位宮沢ひなたが5。で、あと次がもう3点2点軍団ですから、そうなってくるとまあもうちょっと硬いんじゃないかなと思ってますけどね。一応聞くけど分かってるね。分かってるんだけど、水曜三浦龍二応援配信とかしないよね。ちょっとないと思った上で言っていただけると。あちゃん？陸上。配信あるの？配信ってか、放送とか。そういうの何にも見てないから分かんないんだよね、俺。決勝に、TBS でやる、あ、そうなんだ。なんか試合があるみたいなことというか、何かあったとしてもなんかね、テレビ見ながら分かんないんだよね、何でやるかとかね。全部ダゾンでやってほしいんだよね。
ケイルさん、こんばんは。うおー、肩長とー、ガッチャン、ナベちゃーん。よかったね、マリノスおめでとう。ふぶきさん、こんばんは。清水サボですが、興奮が収まりません。そうだな、さっきグレモルくんにも LINE 送ったら、もう興奮してる感じがありましたね。うおー、あかんが。これはもう仙台サポ、広島サポ含めて、今マリノスサポもそうだよね。それは多いんじゃないかなとすごく思います。いっぱいなんか飛んでるな。ハートだったり。誰や誰やさて、ちょっとディスコート覗きましょうね。よしよし。いっぱいいろんなスタンプ飛んでるけど。ヒューってしてるけど、うちのマヨさん。まあ、いろんなサッカーがありましたね、今日は。で、これからだってね、またあれでしょ？試合がありますもんね。これから今度ヨーロッパ何ですか？ひろひろさん、こんばんはでございます。おめでとうございます。清水勝ちましたといただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。で、今、あれだね。デュッセルドルフ対パーダーボルン。あともう十何分で終わり。あとはハンザロフトック、VS ハノーファー。やってて、これから日本人組なところで行くんだったら、ホヘンアイム対ドアのフライブルク。アークスブルグ VS 板倉ボールシアメンヘグラトバッハ、伊藤原口のスットガルト VS 浅野のボーフム、遠藤渡るのリバプール、VS ボーンマス、あとはウルブス VS 三笘薫のブライトン、川辺駿のスタンダーリエージ VS サークルブルージュ、ブリストル VS 三好浩二のバーミンガム、ミドルズブラ VS 中山優太のハダースフィールド、スウォンジー VS 坂本達弘のコベントリー、あとは、めっちゃあるじゃん。ビトーリア VS 藤本海洋のジルビセンテ、竹野ソシエダ VS セルタ、トッテナムユナイテッド、あとは、メヘレン VS 町田光景のサンジロワーズ、インテルモンツァ、シティニューカッスル、トゥールーズパリサンジェルマン、ベンフィカエストレラ、ポルティモネンセ、ボアビス、めっちゃいっぱいあるわ。今節終盤での得点が多いってことはやっぱ暑さとか湿度も関係してくる。関係しないことはないと思いますけど、毎回起こってるわけじゃないんで、まあ、たまたま感もあるかもしれませんが、先週に比べても暑いんでね、やっぱ それはあると思います。そこの暑さ対策までやれたチームとやれなかったチームの差とかってのは出てくるかもしれません。酔っ払いには50問に聞こえてきた。おじさん、私も自分に聞こえてきます。共通点はお酒です。飲んでなくてもいい。あ、ほんと？Jリーグ好きの大学生さん、こんばんは。いやー、周りの人ね、あそこのねー、AT ねー。リボポエンドはニュース見たとき吹き出しちゃった。確かにファビーニョ、ミルナーの枠を埋めるには最適だけど、それにしてもよく取ったね。まあ、4人5人抜けちゃったからね。だから誰か取らなきゃいけないけど、カイセドも、ラビアも取れなかったから。てか、マクガリスターになんでアンカーさせたんだってのすごい俺は思ってましたけどね。全然エンソベルナンデスにやられてましたもんね、チェルシー戦では。白井こんばんは。よいしょ。寒い。寒いの？寒いの。右の二の腕の、ここだけ。クーラー当たるからね。うん。そうなの、うん。ここだけね、二の腕当てが欲しいんですよ。その、だってここ守るためにも俺カーディガン着てるから、そうなんだよ。なんかさ、農家のおばあちゃんにつけてるさ、こういうやつ作る。縫うの？縫うの。ヨレヨレになった T シャツ着てるのって。今までありがとう。ヨレヨレになった T シャツたくさんあると思うんだけど。中村さん、佐藤さん、グレモルさんとの対談見てて、スプラッシュ農人が対策を練ったのでは、
冗談冗談。いや、見てたらでも嬉しいなと思いましたけどね。町田の対策、いや、前日にやるなよって話だ、前日夜に。わー、いい音してるわー。バーボーフム。あ、ボーム。まよしゃん、私もビセのブランバー買いました。うん、ブランバー。うん、辛い。アストンビラ？あの、この間、購入商品紹介でやったさ、こう、唇塗るやつ。リップ？うん。うん？おさない。ちゃんとさん、こんばんは、おめでとう、勝利。アーツさん、こんばんは。まよ先輩、その盾を私にくださいって。酒やで。酒？一緒に飲もう？わいもビラが浮かんだ。クソ。ビセっつってんのに二人ともビラ。ビセ。グレモルくんの試合後動画上がりました。グレモルくんの試合後動画上がりました。ミルワカさんと配信した時と全く同じ展開。ちゃんと右サイドが起点だったと喜んでました。ニコニコ。おめでとう。昨日のプレビューがなんか生きたみたいです。あの、清水代わりね。はい、うん。いやですね、これでゼルビアサポーの皆さんに、あいつがリークしたんだみたいな感じ言われないことだけ願いますけど。リークも何もって話ですか。あ、渡るメンバー入り、よ、素晴らしい。原太一はそう、でかい、あの、昔で言ったら長井雄一郎とかもそうだったっていうふうに言われてたと思いますけど、た、あの、でかいけど、でかさをそんなに活かすタイプではないですからね。あの、木下康介とかもそうですよね。マヤ先輩は盾を飲んでいた？そうですよ。これは確かに盾を立てても、酒あんまり近寄らないと盾に見えますね、やっぱりね。お前の目が悪いんだよって言われたら、そうだっていう。そんな感じでございました。はい。はい。また、あとでまたきっとサッカーの話には来ると思うんですけど、あの、ちょっとね、うちのあの、マヨミがですね、ちょっとね、皆さんに伝えたい思いがあるということなので。伝えたい思い？何ですか？ちょっとこれは聞いていきたいと思います。マヤさん、こんばんは。こんばんは。最近どうですか？最近は、ちょっと腱鞘炎っぽくなってて。うん。大変です。よっもう久しぶりに包丁握ったんですけど、うわプルプルしちゃってやばいやばいみたいになってましたね。こんな感じで終わりかい。あっただろ、他になんか他にもなんか愚痴りたいことがあるようだった。愚痴りたいことがあります。え、スタップ細胞はあります。え、マルチューさん、こんばんは。激おこぷんぷん丸？いや、おこじゃないんですけど、困ってるっていうか。まよかたさん。どうも、まよかたです。まよかた、何子、何子？え、まよかた、まよこ。まよかた、まよこさんです。SMVD さん、VD？ VD さん、こんばんは。おめでとう。何があったんですか？いやー、最近ね。お母さんの話？うん。していい？うん。最近実はマヨさんが、母上とね、ご自身の母上ね、LINE をされていたと。私、兄がいるんですけど。いるよ。いるんですけど。いらっしゃるらしい。結婚してて。ご結婚されてるらしい。あの、甥っ子がいるんです、私から。はぁ2歳の可愛い、可愛い男の子。ああ、まあそうだね、甥っ子って言ったからね。うん。そこまで OK ですか？はい、まあ、そうです。皆さん、これで家庭条件が揃いました。で、それで、義理のお姉さん。ね、その甥っ子くんのお母さんだね。うんうん。母からするとお嫁さん？そうだね。が、まあ、
今お腹に お子様がいらして、おいっ子くんに、うん、いわゆる弟妹的な、そうそうそう、あらよかったですね。なんですけど、ちょっと危ないっていうことで入院してるんですよ。はあ、なんかもう、もう本当だったら9月に出産なんですけど、なんかちょっと念のために入院みたいな感じで、もう8月の頭からちょっと入院してるんですけど。大変。そうそうそう。大変だと思うじゃないですか。大変じゃないですか。OK？ そこまで。みんな OK？ って。OK よ。OK？ って聞いた段階でいきなりね、あの、同説がですね、6増えました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そんな感じ。サッカーの話はまた後で戻るんですけど、今、あの、うちのマヨミの、愚痴です。ごずさんから、丸、テヘペロが来ました。ムメメからは。それでね。うん。うん。私の、なんか、何なんて言うんでしょう。それで、で、おいっ子くん、保育園行ってるんですけど、その、兄の家から お嫁さんの実家の方が近くて、お嫁さんの実家によく預けてるんですよ、甥っ子を。もう よくというか、ほぼ毎日、兄が仕事をから帰るまでとか、うん、ジャッカルさんこんばんは、ほんとね、惜しかったね今日、はい、そこはね、まあわかるじゃないですか、まあ、そんなもんじゃないですか。まあ、それに対してうちの母がすごく不満を持ってらして、あ、そっちには行くのに、うん、なぜ？うちには来ないみたいな、うん、うちに孫を会わせてくれないみたいな、はい、で、その、なんだ、その、お嫁さんの実家にいるんだったら私たちが会いに行くからって言って、うんうんうん、お嫁さんに行ったら、その、うん、何、私の兄がいる時じゃないと嫌っていう返信が来たらしくて、わかるじゃないですか。わかるね。それに対して、その母がもう激おこさんになるんです。じゃあそんなんだったら私会えないじゃない。そう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 。私、その、私も3兄弟なんですけど、うんうん、母曰く、私の時も、私の時はちゃんとお互いの両親に合わせてたのに、みたいな、うん。なんで私に合わせてくれないんだろう、みたいな。うん、うちの LINE が永遠に飛んできて、うん。それに対して？それに対して、まよしは？私は、今さ、今お嫁さん入院してるし、なんかその、何？今我慢するのお母さんじゃない？うん、なんかそのそうだ、だってね、まさにで言うんであれば、うん、じゃあ両方ともに均等にじゃあ会う機会をっていうふうなことがあったとしても、うん、自分からしたら一番頼りにできるのは我が母であり、そもそもうん、で確かに自分が健常な状態だったら双方のところに行くことだって全然できるけれども、うん、できねえんだからそこはねって話ですよね。で兄も兄で有給とか取れないんで、なかなか有給とか、ね、そう取れなくて、でもうほとんど向こうの親に預けなきゃいけない状態、もうしょうがないじゃないですか。てかそこですね、おいこくんもあのじゃあ定期的に「はいこっち今日こっち」うん、疲れるよね、うん、大工さんこんばんは。それで私がそうやってその何その お腹の子、うん、男の子なんですけど、弟が生まれてきたらみんなで遊びに来てねでいいじゃんって、うん、今はその変なストレスかけないでおこうよ、いやそんなだって半年先とかじゃないんでしょ、この話。多分、うん、で言ってたら返信が来なくなっちゃったっていう。母さんから返信が来なくなっちゃって、嫁姑問題に対して姑、うん、の娘から苦言を呈したらシュンってしちゃったって、シュンってしちゃったんだ。
困ってるんですよ、それで。困りますね、それで。なんか仲悪くなられても、私すごい気分、私もなんか居心地悪くなっちゃうし。てか、だって得するの一人だけだもん、それね。うん。だってね、お母様が会えたっていう満足感を行使できただけで、うん、あと全員だって、うん、そうなの、うん、それ分かってほしいんだけどさ、どう伝えたらいいのか分かんなくて。お母さんある意味可愛いって勝丸さんから。いやある意味ね。だってでも私がお嫁さんだったら嫌だもん。入院してるのにさ、上の子に合わせてって LINE 来るの嫌じゃない？嫌だね。理論じゃないでしょうね。理屈っていうかね、これはね。お兄さんの家とお姉さんの実家とお兄さんのお姉さんの実家の距離はどちらが遠いですか？ほぼ一緒なんだよね。いやいや向こうの方が近いぐらいだね。向こうの方が近い。うん。うん、でも逆にその、お兄ちゃんの職場も向こうの方が近い。うん。てか逆に仮に均等な距離であったとしても、そりゃそうだよね。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ、これ。普通に自分のお母さんの方がいいじゃん。うん。だなんだったら、ね、6-4 とかぐらいの距離でも全然それはそっち頼るだろうし、急に他の県とかだったら話変わってくるだろうけど。それで、その、私がいないときにさ、親同士で会われても困るじゃん。絶対だね。うん。よっぽどな、仲いいとかならわかるけど、年に1回も会わないような人たちが孫のために集うってなんかおかしくない？嫌だよね。私いないのにみたいな。嫌だよね。だからそれぐらい仲いい、定期的にお茶会でもしてるあれだったら全然いいなと思うけど。ちょっと、それはお母さんがちょっと我慢した方がいいよって。そうだね。思うの、私は。孫が生きがいなのにとか言われても困るから。それはお母さんの話であって、今状況的に考えてみてっていう。多分このケンタロウさんがくれた、うん、あケンタロウさんかな、その理論じゃない、いわゆる理屈じゃないんだろうなっていうところですよね、きっとね。それを理屈で話したとしても、そこで感情的になられてもそうなんだよね。だからこれは分からないと多分厳しいみたいな。私が心配なのは、お嫁さんにストレスがかかるのがすごく心配で。そうなんだよね。ただでさえ危ないって言われてるのに、これ以上なんかもうやめてくれって思うなんだし、ちょっとほっといてあげてって思うの。そうだね。むしろもう言うことあったら、なんか私にできることあったら何か言ってね。うん、それでもういいじゃん、うん、もうそれ以外ない。ね、なんか変な話、なんかこれご飯の刺身してとか、なんかお金送るとかさ、うん、そういうのでいいと思うの、うん、孫に合わせろだけじゃさ、なんか自己中の海も程があるっていうか。程があるね、うん、びっくりしたもんね、昨日ね、こういう話してたね、うん、それを私に言ってくるのがまたね、うん、なんか味方になった方がいいんだろうけど、気持ちは分かるの、すごく、はい、孫に会いたい気持ちは分かるの、向こうの親ばっかり会ってるもんプンプンみたいな気持ちも分かるの、でもさ、時期が時期だしさ。そうだね。赤井悪魔さん、こんばんは。こんばんは。そうなんだよね。みんなだどうやって言うかなと思って。聞きたいんだって。いや、ノーミルク佐藤ラボでこんなね、話をすることが起こるとはね、思わなかったですね。サッカーの話と仕事の話しかほぼしてなかった。あと好きなご飯の話とか。そうだね、まやさんのお母さんは不満をぶつける先が欲しいのもあるのかも。で、不満のボールを投げたらめちゃくちゃホームランで返されたんだよ。我が娘に。で、グーの音も出ないぐらいの満塁ホームラン打たれたから、もう返せない。投げれなくなっちゃった。だってその、もしその同じことを嫁さんに言ってたらって思うと、ヒヤヒヤするじゃん。そうだね。
データに基づいてアドバイスよろしくお願いします。わからない。未経験。未経験、聞いたこともない。姉さんが火の玉ストレートすぎる。笑い。なんかこの愚痴が初めてじゃなくて。あ、そうなんだ。妊娠発覚して、マヨさんが、マヨ姉さんが正しいです。バイトするぐらいに、おいこくんのね。そう。ん？おいこくんの弟がっていう意味よ。そうそう、おいこくんの弟の妊娠が生まれるのが分かってから、バイトすぐに、なんか、定期的に今月の休みはいつですかって母からお姉さんに聞くのがあったらしいんですよ。休みに合わせるので、おいこに合わせてくださいみたいな。はい。それがなんか、なんか私にも予定があるので、そういうふうに聞かれるのはちょっとみたいなふうにお嫁さんが返したことがあるの。当たり前ですね。それにお母さんが悲しくなっちゃって悲しくなっちゃってちょっと前を聞いてくれみたいな LINE が届いたことがあってあー、グレオル君こんばんは、おめでとう勝利、昨日本当ありがとう。まあそんなこと言われましてもっていうさ、それで私が、その時は、お兄ちゃんに言って、なんか、お母さんが、ここに会いたがってるんだけど、って。うん。ちょっとなんか、予定合わせてね、ご飯でも行ってきてほしいんだけど、みたいなことをお兄ちゃん頼んで、うん。行ってもらったんだけどね、その時は。うん。なんか、その時点でさ、なんか、お嫁さんに困ってるのが分かったわけよ。だってそもそもそういう返しが来てる段階で困ってるもんね。それがまだ続くのか、続いてるのかっていう。ああ。ちょっとあれよね、ちょっとライン超えてるもんね。こちらこそ昨晩ありがとうございました。いえ、ありがとう。配信での解説がドンピシャすぎて、試合中に変な場面で鳥肌立ってました。やったー。おめでとう。やったー。よかったよかった。おめでとう。よかったよー。またよろしくねー。呼ぶのでマンデーもまた。よろしくね。ほんとどうすればいいのっていうのがあるよね。だからね。だってそうだよね、それこそ。はい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 。いや、ちょっとね。はい。これでさ、変な話、私に子供が生まれたら多分こっちに来るわけよ。変な話にしたくないけどね。あ、待って、とこめさんこんばんは。こんばんは。岐阜の51おめでとうございます。余談ですが、丸一日2歳児の面倒を見るのも楽じゃないよ。うん、ほんとそう思う。そうだよね。ほんとそう思う。めっちゃ走りましたし、この間見た。あげたら朝ばーって。朝ばーって言ってくれた。そうだよね。だってね、そのお嫁さん的にもさ、お仕事がまあありますと、で休み合わせます。でも休みのたんびに来られたら、じゃあ私の休みはどうするの？お嫁さんの気持ちめっちゃわかる。うん、めっちゃわかる。嫌だもん。正解はわからないし、姉さんが好きなようにすればいいと思うけど、姉さんの愚痴は聞いてあげるのよ。ありがとう。これは酒が進む。泣いちゃう。酒が進むコメントが来た。ありがとう。まだつまみはまだ残ってるからね。
でも仲もいっぱい。あ、そう。じゃあまた今度でもいいかもね。え、仲いっぱいなの？舐めなくても大丈夫かも。そう。うん、できない一日ぜひこの歌。ちなみにこの話をした直後ぐらいにあのグレモル配信に行きました。それで、うん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 、じゃあちょっと行ってくるわ。ね、そうだったね。で、大体そうだよね、徹底予想とかもね。うん、そうなんだよな。しゅん、あ、じゃあちょっと徹底予想行ってくるわ。あ、まあさん、あしみんさん、あ、かおさんお疲れ様です。みたいなね。大体そんな感じですね、いつも。ぺっこりぺっこり。でも、ほんとそうよね。あのそんなに遠くない未来のところで行ったら、あれでもあの、P はするかもしれないけど、もしかしたらこうしてる可能性あるもんね。そうな。うん。たぶん殴られたら、ダー、ダー、ダー、みたいな。ちょうど行くじゃなかった。うーん、分かった分かったって、みたいな。はい、息子です、みたいな。きっとあるんだよね、そういう時は。まあ、それはそれとしても、そうなんだよね。ベンチかって言われてる。ベンチか。愛子くんに会いたい気持ちが、まやママは爆発しちゃってるのね。そうなの。単純に向こうの家に立つ嫉妬もあると思う。でしょうね。うん、イーブンならね、まだあれだろうけど、せめて言えば。気持ちは分かるけどさ。うん、それでなんかしこりが残っちゃうの嫌じゃん。その何、お嫁さんとお母さんの間に。うん、まあ残るよね、このまま行けば。うん、やだやだ。で、数年後それこれが今度こっちに来るでしょ。うん、いや、いいんだけどさ。よくはないですけどね。え、いいんですか？いいんですよ、私は。でもさ、例えばこれ皆さんだったらどうなんだろう、ちょっと俺聞いてみたいね。うん、そのいわゆる徒歩圏内にお互いの両親の家がありますみたいな、ちょっと特殊な状況、もしくは一緒に住んでる、その2世帯住宅的な感じで一緒に住んでとかっていうのは、ちょっと逆に別とした上で、今はね、普通、離れて暮らす方が多分普通だと思いますので、大体、その1時間以上を、お家が離れてると、離れてると仮定するんであれば、大体年に何回ぐらい会うものなのか。でもなんか俺勝手にだけど、そういうのって普通俺会うのは、あの車でその10分20分みたいな、そういうくらいは別よ。だけど、何使ってても1時間ぐらいはかかるみたいなところだったら、俺会っても年4。で、電車1時間超えるんであればのレベルなんだったら、俺お盆とお正月だけだと思ってたんですよ。あくまで俺はね。だからみんなに聞いてみたいってあれなんだけど。白崎には年2から5。年2回かな。夏、やっぱそうですね。夏休みと正月。どうなんだろうね。普通。まあ、行ける環境が整ってる、来れる環境が整ってるだったら、ちょっと話変わってくるのかなと思うんですけど。あ、ベンチって遠藤さんの話？あ、そうなんだ。なんだ。社長の中のベンチになってるのかと思った。シュン。シュン。あー、動画とかテレビ電話、なるほどね。お母さん携帯打てんだよね。 LINE やって打てるぐらい。写真撮れないもん、自分の写真。うちだって LINE やってないんだから。あ、そう。うちカメラ機能使ったことないんだから、両親と。でも孫生まれたら変わるんじゃない？俺最初さ、俺絶句したのがあって、うん、あのさ、電気屋さんのさ、電気屋さんって電気系のものだけど家電だけ売ってるわけじゃないって知ってた？
あの、いわゆる、何カメラの起動、あの、スマホの中でカメラの起動させるっていうやつを教えるだけで2000円とか取ってくるの、彼ら。それ受講しようとしたの。やめろっつって。何やってんだって話をして、数年前に。面白い。俺が教えるって。そう。でも、見ない、一緒にいないと分かんないから、いや、そういう問題なのって。てか、だってあるじゃん、そこにって。どこ右下とかになんかカメラマークみたいなのないの？ある。押しだよ。怖い。え？みたいな。ツイッターは悪の組織がやってるっていう言い方なんで、例えばね、まあ、今 X ですけど、LINE か、ごめんなさい、間違えちゃった。あら、そうなの、浦和のクラブハウスに？あら、パソコンの設定で無駄に金取ってるやつとかあるよね、びっくりするわ、マジあれ。竹山さん、1時間以上かかるけど、小学校入る前なら10回くらい嫁さん実家帰ってました。小学校入るとね、4から6くらい。まあ確かにそうだね。うん、小学校入ったらそもそも平日っていうか、その学校が稼働してる気はほぼ無理って思った方がいいし、うん、よほどお互いのところで行き来する別の予定とかあればあれでしょうけど。うん、確かにね。だから、お盆っていうよりも夏休みって言い方の方が正しいのかもしれないね。で、結局はただお墓参りとかあるからお盆になって、あるんであれば、その冬も年末年始のところに挨拶持ってたけど、それ以外でもう一回、二回があるかどうかぐらいだ、季節に一回とかがリアルなのかなってのは、確かに思いますね。そういうの。デジタルに疎い人は、とりあえず触りながら覚える試行錯誤しないよね。しない。しないね。あ、これね。LINE 移行サービス進められたよ。4000円。そうなんだよ。ダウンロードとかインストールとか一切できないからね。シュン。どれぐらいお母さんが孫にお熱かというと。はい。私と妹とお父さんの休みが合う日に実家帰るよっていう話してたんだけど、お母さんから言われて、うん、けどその入院することになっちゃったし、うん、兄ちゃんはお盆休みがありません、うん、雪も取れません、うん、一個は来ません、うん、っていうのが分かって、うん、やっぱ来なくていいって言われました。悲しい娘、私たちいらんのかと。いや、わかるね。これは俺も言われたことがあるからですけどね、その別に孫とか俺関係ないけど、来なくていいって言われるんだったらそれ行かねえよっていう。来なくていいわ、寂しいわ。お金かかるわけですからね、こっちもね。私もだって帰るだけだ、帰るに関してだったらさ、一人で行ったって4万ぐらいかかるわけじゃん。往復で。移動費だけで。さすがにね。孫さん来ないからいいって言われて。シュンとするよ、こっちだって、それもね。あ、そう。なんならちょっと来るなって言われるときなくもないもんね。なんなら来るな、みたいな。邪魔だから、みたいな。そうなるとちょっとね、難しいですよね。聞いてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあの水とかまた取ってくるんで、そのまままたちょっとお話し続けてください。では。話し続けます。マヨのうち、セカンドバトル、スタート。セカンドバトル、もうそれぐらいしかないんだけどな。いやいや。見つければたくさんいるよ。愚痴を見つけるって。俺もう2億個あるの。愚痴？そうそう、なんか最近ほんあのふと iPhone の万歩計見たら1日数百も歩いてないことが分かって、あ、やばいと思って社長といつだっけ、金曜日？前ね、木曜日かな、外回りしてきたんですけど、暑いし
サンダル靴ずれしちゃうし、もう腰痛いし、関節痛いし、散々な感じで帰ってきて、もうなんか定期的にちゃんと歩かないとやばいなっていうことが分かりました。死んじゃうよ。死んじゃう。お、トコペンさん、そうめんのめんつゆにはわさび派、生姜派？生姜かな。わさび苦手なんですよ、私。お寿司もノーわさびです。今度は一定の部屋へ、皆様ようこそ、ようこそ。陽介さん、マヨさんの実家にはお孫さんの写真とかないのですか？お孫さんの写真ばっかりあります。飾ってあります。孫の写真ばっか飾ってある。なんか、なんだろう、多分推しなんだと思う。孫推し、おばあちゃん。はい、私はわさびも生姜も両方ともです。両方入れるの？両方あるんだったら両方入れてる。みょうがも入れたいし、ネギも入れたいし。あ、ネギも入れたい。あ、わかる。よくなる。はい。まあ、こういうお腹になるんです。あ、そう。ひろくんさん、こんばんは。こんばんは。動画あります。動画は多分、携帯で撮るんじゃないですかね。たまに送られてくるお母さんから。よいしょ。帰りなさい。そうめんにわさび入れるよね。そうめんそんな食べない。ね、いや、ツイッター見ましたよ、ヒロ君さん、あのリプ。それ、そのね、ちょっと、さすがに場まではいけないんですけど。いやー、いいよね。よかったわ。いい試合だったわ。よかったね。ね。そうめん、あと何入れるだろう。シソとか？あー、シソ。こんな感じ？確かに食べないね、あんまりそうめんはね。この間、イボの糸を茹でて大失敗したから。イボの糸を死ぬほど茹でたら、死ぬほどでもないね。一袋であるよ、だって。なんか、皮膚から出てきそうでしたね。そうめん、なんかいろんなとこから出てきそう。ピラ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 。これ難しい話をすればさ、みんな、僕はそのできるだけ入れたいっていうふうに言ったけど、何を？え？その薬味？うん、今はほらマヨさんがいるからですけど、マヨさんがいなければそもそも生姜、みょうがか、みょうがとかは海苔とかないじゃないですか、家に。ごまとか。もうわさびかし、わさびと生姜ですよ。はい、よくわかりました。お母さんの愚痴と外に出たよっていう報告をした。てっていうその日かな。あ、そうかも。木曜日だ。ちょっと途中も記憶にないもん。記憶ない。気づいたら寝てましたね、家でね。そうだね、うん、二人とも。あと仕事もあるんですけど、さっきのヒロ君さんのツイッターでね、なんで今日先生現地来てくれなかったんですかって、清水町田さんに来てくれなかったんですかっていう意味ね、あったんだけど、多分ね、もう我々分かってるのが、夏に行ったら多分帰れない。もう夏は現地は行けない。行けない。国立の場合、
その駅がもう超近いので、帰りどうにかちょっとあと夜はたまたまちょっとその日涼しくなるって予報もあったんだよね、夜だけはね。ちょっと風もあったからまあどうにか帰れたなってのあるんですけど、もう5分とか離れてるんだったら多分もう無理だったなっていう。大さんこんばんは。で、This is This is This is the football。 ねえ、現地で笑えないことになる。多分もうその日と次の日の、あの動画出ませんからね、収録なしです。それが問題なんですよ。毎日見るわかってものが毎日ないんであればいいんだと、我々、私があと、あの、なんだろうね、あの毎日仕事するような人間じゃないんであれば話は別なんですけど、毎日仕事してるとちょっときついね。ごめんね、体力なくて。私もなくなってきてる。ちょっと危機感しかない。危機感しかない。任せて。え？任せて。お家の中でどれだけ楽しめるかってことをもっと提案していくわ。いや、ちょっと出ますわ。もうちょっと日が陰ってくれたら外で出るんだけど、2019まではね結構出てたんですけどね。だからさ、思えばこう最近ほらコロナもあれになってさってので、マヨさんとこういろいろ出たりすることもあるじゃないですか。聞いてます？はい、はい、聞いてます。でだからこう俺2020から22の相手とか全然外出てなかったからだけど、池袋以外とかではまあ結構行くところもあるじゃないですか。はい、うん、ないね。ないねってなんだ今。ん、ないねってない。何だないねって。なんかこうそれで久しぶりにこう行くじゃないですか、いろんなところ。なんか自分の記憶となんか不一致なところが結構多いんですよね。あ、店変わったみたいな。そうなんですよ。ね、あ、国立競技場ってゼルビアが買うんじゃないの先生。まあ、ゼルビアって言い方よりもさ、あの、サウジアラビアじゃねえや。サイバーエージェントです。サウジアラビア。サウジ買うの。めっちゃサウジがめっちゃ。そうだ、まあ。日本人。違うの。だってさ、もう本当思うんだけどさ、これ聞いてみんな、あの、僕さ、その、まあ、一応こっちのチャンネルでも、こっちのチャンネル最近ちょっと出す動画の方向を変えてきたってところはあるんですけど、あの、TikTok やってるじゃん。今、白井くんが反応してくれたけど、今ね、一緒にその動画作ってくる白井くんが、その TikTok 今その白井くんとさ、毎日だからこう電話してさ、こう、何次出すとかって話してるんだけど、マジでね、サウジアラビアコンテンツめちゃくちゃ伸びるんですよ。なんでもう今の TikTok のトップ10のうちなんか半分ぐらいもなんかサウジどっかで触れたやつじゃねえかみたいな感じになってて、見るわかだとそうでもないんだけど、なんか俺もマーさんもかなりサウジコンテンツに結構厚さを感じてる部分があるんですよね。いや、面白いのよ、単純に。サウジ。サウジの反応マジエグくて。でも、サイバーエージェントと言い間違ったのは、これはもう、あの、全方位土下座です、これは、はい。あの、ルンバに乗りながら、トゥルーお酒飲んでます。お酒飲んでます。どうしたんですか、急に。どうしたんですか。楽しいね。うま。うま。ルンバ投げ坂 TikTok で。だいぶハマってますね。やばい、腹筋割れちゃう。
ああ、喜んでもらってよかった。よかったよかった。そもそも乗れないよね、ルンバ。そこからね。乗った瞬間に、ブスルンバでめっちゃ。目の前にルンバあるんだよね。だからそれもこいつかっていうのがちょっとあるからよりちょっと面白さがある。可愛いんだよね。本当。やるよ。掃除やるよ。コツン。コツン。コツン。え、ここでもないの？コツン。あったーみたいなこう進んでいくのがね。可愛いよね。あれ可愛い。ちょっと戻るけど、そうなんです。サウジの反応がね、めちゃくちゃ良くてですね。だこの間の、でもめちゃくちゃ笑ってるじゃないですか。思い出したから、無理です。そのなんかこの間、アルヒラルのこの夏の遺跡まとめとか、このアルアハリのこの夏の遺跡まとめとか出すと、余裕でもう単発10万再生とか、アルアハリが20万超えたのかな、確か。いいねが、だから、見る垢で、ほら、なんか、そういう動画出しても、例えば、大体行って、もう500とかで、ワールドカップの時とかで1000とかだったんですけど、5000とか行くんだよね。びっくりして、こんなに見てもらうのっていうのが、やっぱり。そこからね、こう、YouTube にこう、入ってきてくれる方々とかも、結構いたりするので、馬鹿にできないなと思ってね、かなり。そう、アルナスル負けましたよ。マテウスが勝ちました。アルタアーウンが。今ね、だからね、で、だから、アルナスル、アルタアーウン、いわゆるマテウスがアシストして、まあ、そこが勝って、だからアルナスル負けたんですけど、右ウィングタリスカ、トップ下にブロゾビッチがいて、左ウィングにマネがいて、フォワードにロナウドですからね。いや、マジで面白いなと思うわ、単純に。確かに前世紀はちょっと過ぎた人たちが多いかもなっていうのはあるんだけど、やっぱりさっきコメントでもあったけど、いわゆるキッズはサウジ好きなのかなとかってコメントあったけど、実際あり得るんじゃないかなと思ってて、だってね、自分ができないというかゲームでしかできないようなことを、やっぱ実際にやられてる国なわけで、で、中国のやってたレベルとももう全然レベルが違うじゃないですか。だから単純に結果がどうとか関係なく、そうやって集めてるっていう事象に対して面白いなっていう風に思ってる人は少なくないんじゃないかなって僕は思いましたね。わかんないけどね。今も、おかげでね、もうすぐね、フォロワーも2000人に達しそうっていうところがあるんですけど、最近のアルヒラルが63,300で、アルワハリが206,000ですか。これは行きましたね、だいぶね。天皇杯が1万とかも行ってくれてない中でなんで、これはかなりだなってすごく思いますけどね。落ち着きました、まやさん。はい。おかげさまで。よかったです。
明日あれかもしれませんね、筋肉痛時歩いてないから、うん、歩かないと、歩かないと。あ、ジョナさんこんばんは。本当に甲府の夏弱いの、なぜなぜ今日ね、ジュビロにね、今日はあれですよね、あのジュビロ甲府対岩田のあの実況の方にハマってましたね、まゆさんね。なんか良かった、なんかすぐなんかポジティブ実況のね、ポジティブボイス実況というか、ジャーミンリョーみたいな、なんかそういうね、なんかありましたよね。確かにサウジ情報は少ないってのもあるかもしれないですね。あとは、TikTok で言うと、確かに映像をどっかからパクって使ってきて、だからそこら辺もまだ無法地帯だからってのもあるかもしれないですけど、うちはね、その白井くんがうまくこうサムネっぽくも作ってくれてるところがあるので、まあ、あんまこうね、スクロールっていうかこう、スワイプ文化だからあれですけど、検索するっていう風な感じになると、やっぱりなんか、なんかまとまってるように見えるみたいな感じで、うまくこうサムネが形成されてるんで、そこら辺もいいのかなと思ったりしますけどね。うん。いやー、サウジに来いって言われてもな、きついよね。どうします？皆さん、サウジに来てって言われたら。誰が？我々。行かない。行かない？ 5 億円。行かない。100億円。行かない。行かないね。じゃあ俺行ってくるね。いいよ。帰ってくるよ。うん。でも怖いね。死んじゃうかもしれないから、ここ行ったら。やだぁ。あとのことはよろしくね。うん。できれば行きたくないね。うん。海外には行きたくないです。歩きで外に出ることはいいかもしれない。いやぁ、きついよぁ。でも、サウジから送金してもらえたら、それはそれで嬉しいですね。仕事したから。どっさり。トゥルトゥルねえ。拍手が来ました。バカップルの会話を垂れ流す、斬新な配信。会話どころかね。やめて。夢に出てくる。5億なら家族で行きますってジャッカルさんだったら、うん、さあうち女性が運転免許取れるようになったの最近で、まだチャリは乗れないらしい。あら、きついね。でも僕らもその場合は運転しようね。でもいい、きついね。なんなら国内でも運転手欲しいもんね。歩かないや、そしたら歩かなきゃ。そうだ、中入さんこんばんは。いやー、そんなありましたわな。ねえ、バトルエンドベンチ入りらしいですね。で、今日のリバプールのメンバー俺まだ見てないですよね。見ていい？ミナノシュ。いいよ。デュッセル負け、ハノーファー勝ち、フライブルク、堂安はスタメンじゃないじゃん。アークスブルク、ボルシャメンヘグラトバッハ、イタクラスタメン、クダシオは今さすがにいないですね。スッドガルト、伊藤博樹がスタメンですね。左サイドバック。原口元気がベンチで、浅野がイタカが見忘れた。浅野は右ウィングでしょ。シャドウ？あ、カエンのフォーメーション。右シャドウ。リバプール、ボーンマス、リバプール、キーパー、アリソン、トレント、アレクサンダー、アーノルド、コナーテ、ファンダイク、ロバートソン、ソボスライ、マクアリスター、ガクボ。一緒なの？ディアス、ジョッタ、サラーね。で、ボーンマスが、ネット、セネシ、ザバルニー、マクサーロンズ、あ、はいはい、ミロシュ、ケルケス、ロスベル、ビリングス、あ、ドミニク・ソランケ、クリスティ、セメイヨ、アンソニー、でリバプールベンチにケレハー、ジョーゴメス、ツミカス、マティプ、バイチティッチ、エンドワタル、ベンドーク、ヌネス、エリオット。はい。先生がちょこんとルンバに乗ってるところを想像したら、先生が大仏に見えてきた。
子猫みたいな感じで確かにならないだろうからな。歩かないが歩かない。いそうだもんな。選手はね、リオプールは全然足りてないですよ。この間、遠藤航動画で出したと思いますけど、5人抜かれて、まだ1人2人足んない状態なんで、しょうがないですね。だこれでまあ出ないかもしれないけど、アリソンとサラが出るってなったら、本当どうするんでしょうね。渡るだけじゃ足りなくて、フラフェンベルフ取るみたいな話出てますけど、だ遠藤航とフラフェンベルフ取って、ようやく中盤が落ち着くだけの話なんで、まだ足らないからね、単純に考えて。そんな、今日来場者プレゼントでマイケルズさんのお札当たったんですが、どうしましょう。もうしょうがない。まあ、いたな、みたいな感じで取っときましょう。逆になんか価値が出るかもしれません。うん。あ、で、ブライトも出てるじゃん、スタメン。ああ、そりゃスタメンですね。スティール、ミルナ、右サイドバック、ベブスター、ダンク、エストピニアン、ギルモア、パスカル・グロス、で、ソリーマーチ、エンシソ、ミトマで、ウェルベック。ベンチに、ベントリー、マトドハーター、違う、これグルブスター、間違った。フェルブルフヘンか。で、イゴール、ファンヘッケ、フェルトマン、ダフード、ララーナ、ペドロ、アディングラ、ファーガソン。前がいいですね、このペドロ、アディングラ、ファーガソン。右誰がやるんだって話ですけど、控えのメンバーで言うと。うん、中には木村とウッド当たった人も、これはきついですね。あ、あいつね。あいつね。俺も名前が出てこないけど、あいつね。わかるよ。あいつね。ドレッドの。来場者プレゼントといえば、沼津が釣り座を配ってましたね。はぁ、あ。魚取って帰ってみて。かな？なんだろうね。いや、わかんないからね。みんな、こっちで打ち合ってるって。釣られた魚をやってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、まあ、いろんな話してきましたね。何の話したかもほとんど覚えてないんですけど。マヨの愚痴は覚えてない。もう広島と広島仙台マリノス清水のね劇場のところの話をしたなっていうところと、なんか明日それで一本取ってもいいような気がしますね。そのなんかアディショナルタイム勝利の理由みたいな、なんか取れて明日の夜にそのまま上げられたらいいなと思うんですよね。来週ね、収録がね、ちょっと実は、2、3回お休みだったりするので、ちょっとね、我々は今週というか、我々は、この週末ね、ちょっと撮っておかなきゃいけないんですよ。だから、なんだろうね、急にその、遺跡の話とかが舞い込んできたら、マジでどうしようってぐらいなんですよね。我々は。撮れないからね。我々は。これないんだね。言っても一人でやるでしょ。まあその場合はあるよね。あと個人で出しゃいいかなっていうものもあるしね。そうなのよ。そんな感じでござる。あとなんか言い足りなかったことある？喋れって言われたらなんかいくらでも喋れるような気がするんですけど、ほっこり待ってます。あ、皆さん概要欄の上部にありますほっこりを皆さんからいただければと思っております。ぜひよろしくお願いします。お願いします。これね、配信終わったら私書きますよ。お、送りますのでお待ちください。今月は最終週にしようかなと思ってます。あ、ほっこりね。ほっこりぜひです。あ、G リーグから欧州へってありそう？あのね、あると思っていて、もうすでにそれに関しては取ってて、あのね、一応いつかな、月曜日朝用で動画出します。一本それ。この月曜日、あ、そ、ここだね。月曜、あ、違う、間違えた。あ、いいな、いいな、みたいな。あ、どっち？あ、間違えた。明日。J リーグから欧州へって話は明日の朝出ます。
で、あれですね、さっきゴズさんに言った長倉の話もちょっとしてる系の、またやっぱり遺跡の話ってのが、遺跡の話っていうわけでもないか。遺跡の話っていうのかな、これ。まあまあいいや。それ関連のものが、月曜日朝に出ますね。あともう一個が、もうなんか他に撮ったものもあるんですけど、まあそれに関してはいいでしょう。松木謎なんですよね、ちょっとね。そうなんだよ。だから明日のね、夜分だけね、まだね、あえて開けてあるところがあるので、なんか撮れたらいいかなっていう。明日はね、収録にあたってもう日夜と火夜用とか撮ろうかなって思ってたりするので、火夜か水朝ぐらいなのかな。先にもう撮っちゃおうかなって思ってるので。多分ね、今週火曜日収録お休みなので。そうなの。まあ、マンデーもね、っていうか、やっぱね、だいぶ難しいですよね。ねえ、まゆさん。ん？なんか今週はたまたま先週今週はね、その、まあさんも土日お休みだったっていうところがあってよかったんですけど、やっぱね、こう土日っていうか我々こう、本当に金曜日の徹底予想が金、土、日、月ってなんかあまりにもこう、ダーッとすぐ過ぎ去ってしまうの、100時間ぐらいが試合もいっぱいあるし。で、マーサの場合だったら実況とかもあったりするからさ。だから、火曜日あたり今だとちょっと休みたいねって話をマーサから出てたので、まあ、ちょっとそうできるようにね、したいところもありますね。ただ、とはいえ、ね、最近っていうかこの月末になると今度は、代表発表なんかがそろそろあるんじゃないかってのもあるんで、来週の木曜日かその次の週の火曜日ぐらいじゃないかなと思ってるんですけど、まだ知らないですけどね、僕はいつあるのか。そうなんだよね。それ次第かなってのも思ってたりします。溝口くんね、いいかもしれないですね、確かに。菅井くんね、あれだ、どうかなって思ってたけど、先に溝口、なんか、出してみたら案外そこでの吸収力の方が高そうな気がします。大迫くんは動かなそうな気がしますね。うん、成長速度が全然違いますね、溝口。最初心配でしたけど、なんか失敗をそのまま、とかミスとかっていうところとかをそのまま、なんか次の試合で改善してる、来てるような気がしますからね。トコメンさん、岐阜と長野は点差ほどの実力差はなかったように思いました。決定機を決めるか決めないかぐらいの差で、と引き締めております。まあ、岐阜も上まで来ましたからね、4位までね。あとはもう、ぐんぐんより、この沼津抜いて、富山抜いてってできるかどうかですね。谷口翔吾は、この間の試合開幕戦、カタールの開幕戦は出てたので、もしかしたらこのままかもしれないですね。監督から、なんか、いらねえみたいな感じになってたけど、そこちょっと覆したかもしれないですね。もしかしたらね。あとそうだ、全然関係ないけど、サッカーの話もしながらですけど、全然コメントはいただければ嬉しいんですが、この話もしておかなきゃいけないですね。12ヶ月後ですね。もしか、2ヶ月後じゃないですね。3ヶ月後、もしかしたら、ゲーム配信が再開されるかもしれません。いる？3ヶ月後11月。なんで？お誕生日？確かにお誕生日な。発売日？なんの？でん龍が如く？すげえ、よくそれだけで分かったね。そうなん。さっき龍が如くのトレーラー見てたんですよ。セブン回転ね。と、エイトの、体験版みたいなのもそれ入ってるからってので、7分ぐらいの映像見てたんですけど、はい、それ見てたら、ご飯作ってくれたまゆさんが、それ見終わった後に、キャバクラパート私がやっていい？やりたくなっちゃった、キャバクラパート。で、俺キャバクラパート好きじゃないんですよ。で、より実写とかなってきてて、そんなに別に興味ないんですよ。俺ど、人殴りたいって言うとちょっとすげえ やばいんですけど。それはやばい。経験値稼ぎの方が好きなので、僕は。そう、桐生一馬の話してるか、上流の話ですね、正確に言うと。今回で言うんだったら。もうめちゃくちゃ面白い。まあがごとく。ピクミンやりたい。一個抜かれて、
あなただけについてゆく。食べられるの見れないけど。今日も運ぶ戦うエル、そして食べない。私も綺麗なお姉さん大好きです。私も好きですよ。私も好きですけど、あの、選択肢選んでたりだとかするのが俺も本当に苦手というか、俺、掘れないんですよ。だから言うから、マインクラフトとかこれダメなんですよ。あの、一個一個設計図通りにその組み立てが、プラモデルみたいな部分あるじゃない。あの、まずパーツを切る。終わりました。終わりました。そのくせお前パワポ作ってんだろって言われたら何も言い返せない。パワポは建築なのに。なんかこう出来上がっていく様は確かにこういいんですよ。で特にだって龍が如くのそのキャバクラパートって要はキャバクラパートでその一人こう落とすとその彼こうなんかアイテムがもらえ、あと落としきるとアイテムがもらえたり、こう技が手に入ったりみたいなことになるんですよ、結局は。だからやった方が、その後のストーリーに向けては確かに効率的だってところがあるから過去作でも俺はやってきたってのはあるんですけど。ね。そうなのよ。まあさん、ヤクザエピソードのたびに、なんでそんなことするの?と、純粋に弾いてて可愛かったです。あったね。まあ、かごとくでね。なんで、なんで、やめてーいやーみたいな。落とす竜がごとくって時メモなの?そうだよ。大人の時メモですね。やりたい。うん。なんか、いや竜が如くをよくストーリーだけ上げる方いると思うし、それを見る分にはいいんですよ、そのストーリーパートだけ見るっていうと。で、結局そのだいたい13時間分ぐらいで済むっていうのはあるんですけど、作品によっては8時間分ぐらいで済んだりするんですけど、それはそれでいいんです。それはもうそのストーリーだけ追いたい人はそれ必要だなって思いますけど、やっぱプレイできるんであればサブストーリーとか、あとそのやっぱり、そのサブミッションの方をどれだけこなせるかってところがあのゲームの魅力なので、次だってセガのゲームは半端なくはちゃめちゃ入ってくるからさ、めちゃくちゃ入るんですよ。あのゴルフとかあるんですよね、実際に。実際にって言い方あれですけど、みんなでゴルフ、みんなのみんなのゴルフ、ミンゴルやったことある？ない。ええ？ないよ。ゴルフゲームとかやったことないですか？ないよ。ええー？ないですよね、それでもね、いやー面白いんだよね。はい、先生、ときメモとラブプラスをやり込んだ Y はハマりますか？いや、これでもハマるんじゃないですか？まさにその部分であれば。だってそもそも、ね、ヤクザ系好きでしょ？だってね。流行とかいろんな社会の縮図、間違いないです、これは。ミスタ君ってあれかな、怪我って、いつだって、精神と、時の部屋でも言ったんかな。いや、レベルがちょっと、なんか、プレイヤーとしてちょっと段違いな感じありますよね。J の中でもトップクラスな気がします。うん。あるな。龍が如くでミニ四駆にドハマりしてやり続けてる人もいるしね。あれは面白いですね、ミニ四駆ね。ミニ四駆なんてあるの？ミニ四駆おるよ。あの、龍が如くただゼロから出てきたモードなんだけど、モードってか、今、イベント、あの、なんだろう、作中内イベントみたいなものなんだけど、びっくりしたのがバブル期の話なんですよ、リュウガ如くゼロってのは。パーツ100万とかで売ってくるからね。まあ、ゲームの話でしょって言われたのもそれまでなんですけど。浜谷さん、秋田の攻略法をお願いし、マテウス。基本的には442なのでビルドアップの時にはサイドからはめていこうぜ。で、サイドバック裏に投げていこうぜ。そこを起点にして、ワイドボランチみたいな選手をサイドバック裏に用意しておいて、そこから起点で縦に行こうぜ、みたいな形が、縦ってか横ですね。コーナーキックあたりを起点にして、そこから整体をゴールに向かっていくって形で、動かしていくとありかなと思います。龍が如くの姉ヶ崎さんは誰に当たるの？誰になるんですかね、今回であればね。
そういうあれじゃないけどね。7人ぐらいでも出てくるでしょ今回でも、あの、キャバクラ嬢は。また、6人、7人。コマイってドリブラーやめたのは、ドリブラーではないっすね、今は。もうオールラウンダーだと思っていただいていいと思いますね。思えば、この、あ、思えば、先にと、あ、先にってか、あさってぐらいに出す動画のやつで、ミツタマこと入れ忘れましたね。入れればよかったな。なんか、コメント欄で補足しておくか。はい。で。よし。そうだね、早くやりたいですね、龍が如く、セブン、ガイデンも、エイトも。龍が如く、ちょい役に、大久保、牧野が出るに、千賀バス。昔出ましたもんね、稲本さんとかね。龍が如くは見る線やからな。まあ、やっぱり待ってればね、夢どころの方々が大体やってくれるし、ここやったら内田さんとか、あとは、誰ですか？やっぱり、ゆうなさんとか、あとは結局はちょっと時間経ったところでウッシーとかやってくれるんで、僕は多分そこら辺でまずは見るんじゃないかなと思いますけど、やっぱうちで言うと、ゆうなさん、ゆうなチャンネルさんですね。でもうちで言ったら今回あの、まよみさんがやってくれるので、まよのゲーム実況チャンネル。どうも、まよです。どうも、まよみ。黒柳真世の違いましたっけ？違いました。またやりたいなと思いますね。なんで。はい。あと来月からね、真世が如く始まるのか。あー。え、ここどうすればいいの？わかんないみたいな。殴らなきゃいけないじゃん。わー、ごめんなさい、ごめんなさい。あーこれ倒したの。あり得るね。わー、四角。蹴る、三角、ある、投げる。物、あったあったあった。これ、あー。みたいな。ロゴ作っておきますね。笑う。ありがとう。前先輩が首都高もしくはサーキットを駆け抜ける配信は？やってみたかったりする？このこうあのカート。ない。ないの。実際にでしょ？うん。路上じゃないよ。ん？コース。コース？うん。怖い。ああ。じゃああれは？いろは坂は？で、ドリフト。怖い。失敗したら、あの崖から落ちる。怖い。いろは坂一回行ったことあるけど、時速10キロぐらいでゆっくり走るのは絶対。無理。キノコダッシュは？何それ？やめる。あ、キノコ踏んでピューン？ん？違うな。キノコ持ってピューンかな？わかんない。まあ、踏んでピューンで回ってるか。んマリオカートね。もうコントローラーとか持つとさ、長年最近も1年ぐらいゲームやってないからさ、まあ、ちょこちょここの間マリオカートとかチラッとやったりしたんですけど、一人で。手がつるんだよね。私今手がつってるかも。何の配信なのか。シップハローって思って一日が終わるの、毎日。だから、今手を酷使しすぎてる。隠れて一人でマリオカートやってるのか、卑猥だな。これでやってたよね。やってた。うん。コンピューターと。ね、友達いないから。友達
じらしいね。あれはいいです。じらしいわ。その愚痴もあったじゃないですか。うん、でもどう伝えたらいいか分からない。はい、愚痴パート3いきます。じゃあ食べていい？いいよ。よく食べる。じゃあ、あのね、最近我々ちょっとハマってるものがあります。それがこちらですね。小池屋の本物素材、ザ・丸ごと素材のごちそう。美味しいよね。こちらですね。いただきたいと思います。食べた。あ、確かに龍が如くセブンでありましたね、カートモード。あれも面白かったっすね、確かに。え、切るの下手じゃない？切るの下手すぎない？手入んないよ、これが。手入んないよ、あの、ちっちゃいあの、ほら。シュン。いただきまーす。そう、春日の時。うまっ。これうまいよね。うん。厚切り。ミルアカの先生とマーサのイラストは新しくしないのですか？最初からなんか思ってる。うん。あれ何なのか俺もわからない。かわいいけど。聞いたことはないです。ちなみに何ですかこれはって。あ、そうなの。うん、気にならなかったの？いや、気になったけど、うん、なんか、なんかあんまりこう、うん、なんか聞くのもあれかなと思って。はい、まあ10万人あたりで書いてもいいかなと思ってますね。強いて言えば。AK さん、こんばんは。あ、ゴミスの代理人なんだ。あれは。誰なんでしょうね、じゃあ来るなら。今日ね、午後にちょっと追加登録っていう動画だけあげましたけどね。もうないんじゃなさそうな気がしますね。ファンマタとか来ないかな。でもフォワード欲しいもんね、CT は。ボランチでもいいと思うけど、これは。浦和だったら。でもそうなると糸がつきが出ちゃうってことにつながっちゃいますからね。ズバリ好きな実況者はごめんなさい、いません。実はね、あんまりね、音出さないんですよ、僕。だからあんまりね、俺ね、聞いた経験がないので、好きっていうところまで言ってる人がいないです。あ、俺ね、ザコイさん、そうなんですよ。なんかで作ったんだろうと思うけど、俺ね、知らないんですよ、実は。でも、やるときには、やるときって、次仮にやるんであれば、その今のそのロゴとかも全部一新する形になると思うんですよね。ミルワーカーの。もう、さすがに10万だと耐えられないよねって言えば、パワポで作ったロゴだったし、もともとは。マーさんが。なんで、次作るときはちょっとちゃんと作る形になると思います。かわいいじゃん。あれなんですよ。もともとがパワポでやってるから、以前違う人とかに言われたんだけど、ちょっとね、滲んじゃったりだとかすることがあるっていうか、あまりこう、うまくこう、画像がこう、ブレちゃうときとかがあるって聞いたことがあって、今はちょっとツール良くなったから変わらない、もうちょっと変わってるかもしれないけど、我々的にも変えていいんじゃないって話が元からあったんですよ。で、ただ、それが上がったタイミングがコロナ来ちゃったタイミングだったので、なんで、タイミングしてたからやめたって感じでしたね。あー、まあ、なるほどね。
実況者って扱いにしてなさすぎたわ。ごめんなさい。そうだね。多分、まーちゃんしかわかんない。まあ、帽子って言うと思いますけど、多分なんだろう。俺、あんまりこう、上の方に何もこう、ないから、なんか帽子っぽく被ってたんじゃないかなと思いますけど、なんで耳生えてんのかわかんないですからね、そうなってくると。可愛い感じないの？うん。聞いてないから俺もなんともわかんないんだけど、確かにそうかもしれない。可愛いからね。うん、声出してもらっていいですか？うん。ありがとう。ありがとう。石田こんばんは。こんばんは。帰りなさい。でも、ミルアカの原録がちょっと、今のね、録だとグッチンちょっとできづらいってところがあって、そうなんですよ。詰めすぎた口に。大きさだとかもこう統一できたりとかってこと考えなきゃなって思うし、で、この講義中みたいなそのロゴのところも、Twitter とか YouTube で使ってる。それもともとは先生役、生徒役ってのがちょっとあるような感じだけはこう出てたりするけど、まあもうこれだけ俗人的になってきたんだから、まあそういうこと佐藤と、まあさんと、まあ佐藤がわかる感じにちょっと出してもいいのかなとも思うしね。うん。うん。かなぁと。で、ちょっと、まやさんが戻ってきたら、愚痴3をちょっと聞いて、それで、今日のラストにしようかなと思ってます。ん？あ、主役が買ってきました。じゃあ、ここから、まやさんの愚痴3の話です。愚痴 3？ なんだっけ、さっき話そうとしたやつ。友達の話。あ、そう。話なくていい。どう話したらいいか分からない。うん、これでいいじゃん、もう一回。前も聞いたけど、うん、みんなはお友達とどう過ごしてますか？せーの。どう過ごしてますか？もうちょっと自分の方も聞きなよ。どうしたのか。私には聞かないで。あなたより少ないんだから。何が？お友達。なんか、友達ってわけじゃないけど、友達って言い方がどうなのかわかんないけど、単純に連絡取る人は少なくないよね、俺はね。うん。仕事だとかね。でも仕事だからっていうところもあんのかなと思って思っちゃったりするというか。プライベートでご飯行く人ってあんまあ、そこまでいないじゃん。コロナもあったからなんだけど。うん。うん。みんないないですね、私は。コメント来なくなっちゃった。コメント来なくなっちゃった。うん。うん？ちょうど来週友達とオンラインで話す。え、お友達ってフィクションでしょ？
そうか。ドライブしながら雑談かな。すごい。いいな、おしゃれ。すごいおしゃれ。ドライブ。すごいね。ドライブスルースタバ行って。うん。とか。ここにいる皆様がお友達です。私もそう。そんなそのつもり。私もそう。でも外行ってね、ほんとご飯食べたりすることとかないからね。外行ってご飯食べたい。なんならめちゃめちゃアフタヌーンティー行きたい。ちょっと手洗ってきます。うん、アフタヌーンティー行きたいんだけど。行きたいんだけど誘える子がいなくて。なんかしばらく会わないと誘いづらくない？なんかね、いろいろ変わってそうで、結婚したり子供がいたりとか。でも確かにそうだよ、友達のはずが、うん、その近況すら知らない状況っていう風になると、うん、まずそもそも状況知るところからリスタートだもん。私最近さ、そう、それよ。うん。私さ、LINE がね、送れなくなっちゃって。気持ち的に。うん。前にさ、イラストにした、ランチに誘った LINE なんですけど、未だに返事来なくて。もう LINE 送るの怖くなっちゃって、書いては消して、書いては消してみたいな。もうね、誘うにも誘えない。でも気持ちわかるね。うん。なんか俺、同年代の人？うん。で、俺、ある意味で言ったら、それこそ白井くんとか、それこそなんならね、最低どんだけ時間空いても2日3日に1回は電話してるから、うん、じゃない。例えばさ、だから仕事に関係する人たちと俺だって、まあさんだってほぼ毎日収録したりするからね、ほとんど雑談しないけど、うん、収録 2,3 本4本撮って、その後わってこうなんか編集とかしながら10分ぐらい喋って終わりみたいな感じがほとんどだったりするけど、ゴズさん時々、前回あったら半年前嘘でしょってなるときある。ただいま、おかえり。おかえり。俺、もしそういうなんか同世代の友人みたいなのこう会うってなったら、5から10でしょうね。何が？年。会ってない。結構あるじゃん。ん？え？ん？年会ってない。ん？うん、うん、全然会ってない。連絡とか取る人とかでも会ってない、会わないから。まあ40代で残ってる職場以外の流れの友人なんて5人ぐらいよ。残ってると思う。5は残ってるよね。現状我々ほぼ0に近い。ゼロです。あれ？1いるかな、うん、1いるかな。でも我々として5はいないね。5はいない、うん、片思いだったこのうち。でも確かにさ、そのちょっとその連絡返ってこない方に関してはもしかしたらちょっと状況特殊かもしれないから、分かんないじゃん。そもそも状況があれだけど、確かにこう 2,3 年さっきあった話だけど、2、3年連絡取ってない人って慣れて、やっぱ状況変わってそうな気はするよね。てか、そもそもそれでさ、実は結婚したのとか子供生まれたの
だとそれはそれでショックだよね、その時に知るってなると。あれ連絡もらってないみたいな、へこんでしまった私それさ、あのさ、うん、結婚するまで報告もらったけど、次会った時、実は式あげてねって言われた時のショック。ん？式もあげたんだって言われた時のショック。あ、呼ばれなかったみたいな。呼ばれなかった。でもそれは、やっぱでも呼んだの結構いろんな人。うん、友達呼んだらしい。私は友達じゃなかったみたいな。それでも他にコミュニティとしては？他に？うん。あのなんか、うん、俺経験したことあることなんだけど、うん、あの呼びたいんだけど、あの俺はね結婚式になんだけど、あのほら一人向かないじゃないって、そういう場で、うん、向かない、よく知ってるね。俺が他の人誰も知らないっていう状態、新郎しか知らない状態、どうする？いやきついねってパターンあったんですけど、そういうのはないんですか？いやでも私呼ぶよって言われてたの結婚の報告受けた時に呼ぶからね、道しげさゆみが好きな友達いるから、その子の隣にするからって言われてたの。でもあのリアルでその何、その新婦でしょ、うん、さん以外と誰かその場で知ってるだろう人がいたの。うん、だからそう言われてたの。でもそれは呼びづらいよね。そこまで言って呼ばないんだみたいな。ああ、でもそうだよ、そこまで言ったわけだもんね。めっちゃめっちゃどう、何着てこうかなとか思ってたのに。そしたら式終わったんだでしょ。終わったみたいな。毎回思うが、マーさん兄弟仲良すぎないか。仲いいよね。確かに。家族で仲いいと思う。あの友達の結婚式とか行って参列者に友人多いと、もし自分が結婚式するときにこんなに呼ぶ人いるかなって思うことはある。私多分呼ぶ人いないかも。俺これあのもうあのマヤさんにはもう言ってる話だからですけど、その以前付き合ってた方とそれですからね、あの結婚式の話でその時になるときがあって、があったらそれを誰を呼ぶのかみたいな、で向こうはこういっぱいいたわけですよ。えって言われて、えって返して、いいね、ここはあの誰を呼ぼうか、つん二人とも家族が来てくれるかもやや心配。うん、あの俺はそうですよ、俺はもうあの俺は行かないって元から言ってるから、そもそも友人たちにもそういうあの会合があったとしても俺は行かないから呼ばなくていいよって何なら言ってるから、言ってたから昔から。俺はいいんですよ、俺は。でもマヨさんはね、友達大事にするからね、基本的に。そんなこと言うとなんか俺が大事にしないみたいな感じになっちゃうんだけど、そんなことないよね、人大事にするもんね。友達も俺大事にするんだよ。ただみんなやっぱりお酒飲んだりするじゃない。で、まよさんは知ってくれてるんですけど、あの本当にさ、借りていい？学校に見せても大丈夫？いやだ、いやそうだね。やめよう。本当にね、青紫色に変わるじゃないですか、お酒飲むと。私の顔がんべえ。それがやっぱり人に見せたくないっていうのもあるんですよね。ね。ちなみに前の結婚式は呼んでない神さんの友達が来たこともありました。怖っ。よく知ってるよね。よく誰かから聞いたってことでしょうね、たまたま。しゅん。へこまないで。シュン。ちょっと難しいね。難しい。
難しい。難しいよね。だってさ、そのいつやるのかとかわかんないけどさ、てかすげえなと思うのが、海外でその式する人とかいるじゃん、ハワイとかでさ。今もいんのか知らないけど、それでさ、ハワイまで来られたりするじゃないですか、その式に来る方々が。あれすげえなと思って。車代出すんじゃないの？あんまり俺その場合はお金は全然心配してなくて、なんて言うんだろう、それだけの日数をかけなきゃいけないじゃない、いわゆる3泊5日とかでそんな感じになるじゃん多分。その日数をそこに当て込めるだけの時間を作れる、作ってあげられる方々なんだっていうのが、俺はすごいなと思っちゃったね。うちのまやさんがへこみましたね。この話はやめたいと思います。しゅう私だったら友達のためならそれぐらい時間作るよ。ここは差がありましたね。私は作るよ。私は作らないですね、やっぱり。作れる状況であれば話は考えるかもしれないけど、すごいね。だから友達できてほしいな、うちの親さんに。募集中です。こちらまで、こちらまで。今の話を総合すると、先生がワイの3泊の旅費を出してくれるってことでいい？ 笑った。うん、また来てくれるの？またマーさんだけ誘わない？はてな。いや、誘いたいわ。なんなら司会お願いしたいよ。てかマーさんは俺から見てほら、ここら辺だったら日程取れそうだなっていうのをしかも分かってるレベルじゃん。まあ、この関係性ってのもあるけど、それは呼びますよ。でも、なんか確かに思うのは、特にコロナ禍になってからよりだけどさ、なんかその、来てくれるかどうかっていう関係性かどうかもちょっとわかんなくなったっていう部分はあると思うの。なんで髪の毛立ってきたの？なんか、果てなーみたいな感じで、ヒューンってきたけど。もんね。ならイタリアに行きたいって言われたね。三笘くんゴーマジ。あら、前向きともになりますよって仲良いさん。やったじゃない。ブライトン、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 早くブライトン来たミルアカのインプレッションに貢献する。イタクラムだって。フライブルク、フライブルクじゃない、ボルシア、ボルシアメンヘングラドバッハ探すのめんどくさいな。検索、ボルシア、あ、板倉港で行けばいいかも。その2点、川崎に分けて。これかな、多分。いや、板倉港行ったん。行ってないし、まだ。すげえな。日本人が今日も始まってるわけですね、そう考えると。じゃあ、まやさん頑張って、僕らは本当友達を作ろう。
ともう一個いい、はい、でももう時間が、いや全然いいよ、愚痴4、うん、愚痴4、うん、あの訪問販売の断りの札貼りたい訪問販売お断りの札を貼っていいんですか、顔に顔に私さ、あの、この間ね、うん、この間ピンポーンって言わして、うん、若い女の子だったので、うん、え、なんだろうと言ってたんです、はい、あのちょっとあの玄関先でお話だけでもって言われたので言ったんです、うん、はい、ええ、気づいたら家の中にいて女の子家の中にいてなんかサンプル品だけ置いて行かれたんですけど、あのサンプル品回収しに来るんですよ今度、うん、え、どうしようみたいな、あのだからその時はもう社長に対応してもらおうと思って、私絶対断れないもん、なんでなんだよ、断れないんだよ、私断れないんだよえ、あ、そうなんだ、もうびっくりしたもん、しましたもんね、私もびっくりした、いやいや、え、誰にびっくりって、こっちですよ、僕もびっくりした、え、なんであげんのって思って、お家の中いいですかって言われて、ダメですって言う人もですよ私もびっくりした、でもあのもう、あの俺はちょっと使ってるものがあって、だからある意味で使ってほしいなと思うんだけど、うん、すみません、ちょっと今オンライン会議中で、でも今度からさ私出なくていい誰だってもね、なんかのあれでパッと出てもらっちゃってみたいなあれだったもんね、ご挨拶とかかなと思ったの、なんかね、うん、なんだかわかんないけど、私が配ってる系の、真っ向からいりませんって言えばね、これは言えないですね、まやさん、私ね、そういうの苦手なんですよ、あと俺も言えないです、ちなみに苦手なんですよ、うん、いりませんが言えないんですよ、冷静な判断で大体のものっていらないんだよね、普通に考えていらないものが今家にあります、うん、ゆうみさんこんばんは、広島と川崎の試合の動画は出しますか、出さないと思います、結論から言うと、あのその試合単体のものではちょっと出さないかもなってのはあります、うん、エルゴラさんから素材が来るんだったらってのはあるんだけど、どうしても来るのが月曜になってしまうのと火曜日の収録がないので、で月曜日も来るのが夜でマンデライブ直前とかだからちょっとね間に合わないと思うので出せないかなと思ってますね、なんかさ、はい、出したいんだけどね、出したいのは出したいんだけどタイミングがちょっとないって、収録の、はい、なんかさ、いらないですとかさ、うん、言いたいな、ここまで来てるのとまで、うん、あ、でも断ったらなんかショック受けるんだろうなとかさ、受けるね、思うとさ、話聞いてあげたくなっちゃう、うん、わかるねですよ、で、自分がへこむんだよ、ね、あ、どうしようみたいな、そうなんだよね、うん、俺その営業がさ、俺できないんですよ、で営業、うん、俺はあの営業をやった結果でできないなってすごく思っちゃったことがすごくあって、自分が欲しいものって世の中にないんだよね、自分が本当に欲しいものだったら売れるんですよ、例えばほら自分がデータサイト作ってってなったら、ここめっちゃすごいから、でそれのための証拠っていうか、例えば再生回数を伸ばすとかページビュー増やすとかして
いいものだってことをやっぱ証明するためにやる。まあ、それは他の人もそうだと思うんだけど。でも、物とかだとやっぱないんだよね。なんか、財布買いたいとか車買いたいとか全然ないからさ、私、どうしても。あれさ、カモの鏡だな。こういう人を狙い撃ちするのは営業マンとしてはありですよね。結構サバサバ系の女の子だったんだよね。うん、そうだね。パーって来てパーって帰ってったんだけど、うん、帰りの一言が、もし間違って気に入っちゃったらよろしくお願いしますって言ってパーって帰ってた。うん、あ、以上です。私もいけないなと思って、家の店舗に出るの。もう何も来てほしくないよね。宅配と郵便局だけ出ます。俺ちなみにもともとは誰も出なかったですよね。それは迷惑やで。迷惑でも俺に電話をするな、家にも来るなみたいな。あ、シュンシュンさんこんばんは。そうだよね。でも大丈夫だと思いますよ。もんな、そんなに気にしすぎる必要性の方が多分ないと思います。天皇杯である程度の結果を収める方が、それこそリーグで結果を収めれるのも重要なので、ここまで来ちゃうと。うん。で、まあ確かに迫ってるけど、そりゃそういうもんっていう話ですね。うん。ていうか、中途半端な答え方したらまた来るかもしれないでしょ。いや、要は、まやさん、その前にこう傷つけさせたくないっていう。私が傷つけて人間になりたくないっていうのもまたありますから。でも気持ちはわかります、俺は。田中健二さん、先生ごめんなさい。ジンクスドリスって呼んでるが抜けれません。そうなんだよね。ここがね。あそこで、ああしたらみたいな瞬間、展開ってのはやっぱりたくさんあったなと思うけど、まあ、それでもやっぱり。何かがね、あるなって思いますね、こうなるとね。森勝康さんこんばんはでございます。で、あと翔子さんこんばんは。関東圏に行きたいのですが、何かサッカーの試合ありますか？ちょっとわかんないです。今ちょっと14、5、6でまだ見てないけど、でもそのあたりってあれじゃないの？代表戦が終わったぐらいじゃないの？あ、14、5、6だから6ぐらいにはなんかあるんでしょうね、きっとね。壺の押し売り業者と鴨の鏡がカップリングするんだから世の中うまくできてる。しゅん。壺みたいなお腹してる。歯と歯の間でした。いやー、まあそんなわけで2時間半近くやってきましたけど、あ、そういえば中央浦和とか川崎あるってよ。あ、本当、うん、浦和対川崎ってことだよね。うん、15日浦和対京都、川崎対 FC 東京だそうですかな。と東京県民は、皆さん、ゴズさんから、あ、そっか、そうなんだよね。断るの苦手だから社長に任せる。そうだね。それでお願いします。だからもしあれだよ、なんやかんやあって俺がその一発目例えば出れないとかっていうタイミングって あるじゃん多分、はい、例えば俺がちょっとお手洗いにちょっと入ってるタイミングとか、はい、なくはないじゃない、はい、そしたらちょっと待っててくださいって言って、はい、待ってて
かりました、うん、で、ドレス出ちゃったとしても交代しましょう。わかりました、はい、お願いします。それがいい、はい、出ちゃってもとりあえず相手を止めることだけ、上げさせない、はい、佐藤を待つ、はい、ちょっと暑かったです。関係ないもんだ、関係ないでしょ、それはもう汗だくなってありがとうございました。ありがとうございました、皆さん、ありがとうございました。グツイでした、迷うのグツイでした、グツイでした、ありがとうございます。押し売り業者も押し売りに来た家の住人がルーマに乗ってたら黙って帰れない。帰る、ウィーン、多分噂になってると思う。あそこやべえやつよ、やべえやつよみたいな、行かない方がいいよとか言って。あ、それいいな。え、やだやだやだ、嫌なの、うん、俺多分ね、あそこんち出ないよって有名だったと思う。ああ、この後は？あ、こういうノリがもともとあったんですよ。それでじゃあゲームやるかみたいな。寝るか。もう11時半だよ。びっくりだよ。何時から始めたっけ？9時。9時から？モンフィスくんこんばんは。ゆうわさんこんばんは。こんばんは。そうですよ。もう終わりますよ、我々は。お尻が割れる。いや、そうなんだよ。そうなんだよ。そうなのか。あ、業務連絡白井くん、伊藤博樹ちなみにアシストです。聞いてるかな。うん、いやなかなかね、でももしかしたらそんなにしないうちにそろそろゲームを出すかもしれません。うん、まだ出してません、ゲーム。それって居酒屋の勧誘断れないって。街で声かけてくる系は無視できます。本当に嫌だから。あとあれでしょうね、足元みたいな。マヤさん的には、うん、いわゆる彼らに関しては傷つけていいって思ってる部分が多分あるでしょうね。多分大丈夫だみたいな。うん、だって迷惑行為だもん、そもそもね、うん、これは迷惑。でもこれ本当、これ訪問でも訪問営業、訪問営業ってさ、いや、なんかあれだな、あんまりこれ残したくないからやだね、言うのやめよう。新規開拓でさ、俺も飛び込み営業とかやったことあるけどさ、うん、まあ、法人で来るものも嫌じゃないって思うんだけどね。緊張しちゃう。そうだよね。でも俺何回も言ってると確かに御用聞きっぽくなれるってのは分かってる、自分で。うん、でもタイプによるよね。俺そのタイプじゃないもんってやっぱ思うわ。思ったもん。その公式でやって、いわゆる一時的なそのマネーっていうかその成果は得られると思うんだけど、こなせば、量をこなせば。だけどそれよりももっとやっぱり効率的なやり方なんていくつでもあるよなってすごく思っちゃう。うん。うん。まあそんなところで今日はこんなところで終わりにしたいと思います。そんなところで、はい、はい、じゃあ今日の最後、マヨの一言で締めたいと思います。ん、マヨの一言、はい、お願いいたします。今マヨセをやっています。手首が痛いです。ありがとうございました。皆さん、首はちゃんと回るようにね、してみてください。じゃあ、これからも、てか今日もだからこれからまだまだ日本人の活躍、ヨーロッパ続くんじゃないかと思うので、すごく、いろんな活躍あるでしょうから、楽しみにしていきましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。
ポズさんが売ってくれない笹団子ください。山盛り食べます。よろしくお願いします。ではありがとうございました。手ぐらいこう手ぐらい。うまやさんでした。3、2、バイバーイ。